さあ、それじゃあ今回はここからやっていきましょう。はーい。はーい。ようこそ、落下お兄さんのトリトリップへ。というわけで、これやっていきましょう。楽しいよ。一人です。オッケー。はーい。どうもありがとう。じゃあ好きな色のコッコに捕まって、宝島目指して飛んでごらん。お。動き方。じゃあどうしようかな。うん、よし、目と目が合ったような合わなかったような気がする。君に決めた。よし、お、なかなか丸々と太っていて、なかなかいいコッコだ。はい、あれ、あ、違う。はあ、ちょっと自殺だと。いや、多分コッコだから平気だろうけど。どうしたのかな。君は何色のコッコが好きかな。なんか目がちょっと怖い。うん、でもきっといいお兄さんなんだろうな。じゃあせっかくだ、今度はこの茶色焦げ茶のコッコ、これで飛んでいけってことか。これってさ、宝島を目指せって言われてるけど、こうでかいルピーを通っていくの、それとも何か間を通っていけ的な。どういうことだ。これを飛んで、このでかいルピーに触りながら、宝島ってどこだよ。あれはなんか、滝の裏に何かありそうな予感？いや、つうか、あそこはそもそもあれか？あの、ラネール様。相変わらず俺ラネールって言えないな。じゃあ、右を回って、あれかな？あそこ。あそこになんとか行ければ、ゴール的な？左の方は何でしょうね。わからないな。じゃあ、とりあえずこっちから行ってみるか。よし。こっちのルート。行くよー。せーの、とや。おお、ちょっと結構距離が離れてて、よし。あらあら、これはちょっと頑張れ。オッケー。さあ、あそこまで行けるかな。主観視点になれないかな。さあ、思い切って話せるか話せないか。お、話す。あ、ちょっと、お、奥。オッケー。ちょっと逃げないでください。ここに一匹いるからいいけど。ここに来たはいいけど、特に関係なかった。あ、ここで爆弾か何か置けば何もないだろうな。むしろなんかコッコがなんか逃げ出してえらいことになりそうな予感がする。でも一応やっとくか。お、持つ。おお、なんとか大丈夫かな。よし、じゃあここからさらにどこかに行けってことか。宝島？マップで見てもわかんないよね。ズームすると、うん、ここからこうやって飛んできたってことか。うん、あそこはなんだっけ。あれが宝島？いや違うよな。この水上遊園と連動してる何かでしょ。じゃあ特に何もなかったのかな。なんかあそこに何か気になるものがあるな、あれ。おお、なんかめっちゃなんか鳥がいっぱいいる、怖い。へえ。じゃあどうしましょう。行く場所が分かんなくなっちゃったから、とりあえずあそこ向かって飛んでいきましょう。なんかこの下、お、なんか行けそうな、行けなさそうな。でもどうしよっかな。なんか普通にここ歩いてこれちゃいそうじゃん。あー、なるほど、そういうことか。これどう、この一番上のところにたどり着ければっていうことか。あー、なるほど。さてと、なんかカンテラが、お、コッコの反抗を手に入れた。おお、なんかこのコッコなんかすごくリアルだな。さあ次はちっちゃな宝箱。おお、なんだ。お、元手が取れた。うーん、なるほどね。ここの一番上に行けってことか。じゃあ行ってみたいな。まだ行ける。ぐ、ちょっとイラッとしたけど、さあ10ルピー、これで10ルピー稼げた。あいつは絶対いつかやっつけたる。ミラーシールド的なものがないかな。さあ、じゃあ戻ろう。ん？待てよ、よく考えたら20ルピーゲットしたとかあるけど、
また上に戻してもらうためにまたお金払うわけでしょ。お、なかなかこれは恐ろしい商売だな。おや、また来てくれたんだ。兄ちゃんこういうの結構いける口かい？うん、まあでもぶっ飛ばされるの結構楽しいからな。うん、30ルピー稼いで往復で30ルピーかかってる。うん、持ち込み修理がよくわかんないんだよな。たまになんか修理しないといけないんでしょうか。あ、はい、こっちだっけ。さあどういう仕組みかわからないけどズドン。ナイス着地。結構人一人ぶっ飛ばせる火薬量って半端ないよね。じゃあもう一回、お兄さん、ワンモア。はーい。はーい。うん。オッケー。さあじゃあ今回はこいつでいいや。性能が変わったりはしないよね。よし。じゃあ今回はルピーはあまり取らないであそこ目指していこう。いやーなかなかこれは大変そう。とか言いながらこうやっていくっていうルートが合ってるのかな。ちょうどいい高さになってくれるかもしれない。ちょっと遠くない？さあどうなるかな。おお、結構これはしても下、真下が見たいけど真下見れないですね。ちょっと見えないぞ。そういうことか。これなるほど、ギリギリのところで行かないと落下地点が見えないってわけだ。あーなるほどな。風のタクトの時は真下の方が見れてちゃんと着地地点とか見れるような仕掛けもあったけど、これはミニゲームだからそういうのがないのかな。これでまたお金払って上に戻るのか。なかなかうまい商売しよるな。さあ行くぜ。今回はどういうルートで行こうかな。直接行っちゃうと高さがありすぎて着地点が分からなくなっちゃうから、やっぱり回り込んでいくべきかな。あそこに一旦寄った後だったらちょうど、いやでもそうなると高さが足らないかな。悩ましいとこだな。周りを旋回しながらっていうのはどうだろう。あそこから直接行けるかな。もう一回やってみようか。ここで8ルピーだけもらえてっていう感じか。あそこで一旦休憩しないでいくか。あ、ちょっとこれは早いかな。この下が気になるんだよね。あえてここで手を離すという手もありかも。さあこの辺かな。あ、ちょっと低かったかな。おお、この上悔しいな。しかもちゃんよく見たらなんか回転してるし。でハートのかけらを手に入れた。ここでハートのかけらが手に入るってことは、じゃあ上は何なんだよ。もっとすごいのか。やらざるを得ない。あ、この辺宝箱開いたままなんだ。そっか、まあでもハートのかけらは結構大事だからな。おお、何これ、ちゃんとイカダの下潜れるんだ。へえ、ちょあるある。なんかプールとかに行ってさ、なんかいわゆる浮き輪みたいなところの真下に入るとちょっと怖いよね。さあ行こうかな。さっきと同じようなルートでいいよね。あれ、あ、朝になったのか。なるほど、さっきと似たようなルートを通って素早くゴールの方に向かえばちょうどいい感じになるんじゃないかなと思ってはいるんだけど。さあここからキュッ。さあ行こう。あとはまっすぐ行って下が見たいんだよな。あれ、ちょっと離れていくかなこれは。あー、くそー、悔しい。ちょうどうまいこといかないな。あの青ルピーは罠ってことかな。ちょうどあの辺りから直接行けばなんとかなるかと思ったけど、そうもいかないらしい。なんか結構おいおい、朝もやのかかるハイディアコはなかなか綺麗じゃないか。
今度はあのアオルピーは無視するくらいで行こうかな。なんかちょっと高さ合ってなくない？あ、もしかして最初のルピーの方向間違えたか。今度は高いね。高いからこれならいけるかも。お、まあいいまあいい、これぐらいでちょうどいいかなと思うけど。あ、ちょうど回転が離れていく。おお、ちょっとわからないけど、そこ、あー、ちょっと行き過ぎた。あれはどうなの、感性で落ちちゃったりするのかな。でもコツはつかめてきた。あと1回やればいけるかなってぐらい。いけなかったら俺が下手なだけだね。ほい、まあいい、あとはこれでいけばちょうどいいあたりかな。ちょっと高いかな。おおおお、しょい、やったー、すんごい嬉しい。お、100ルピーを手に入れた。お、なんとかこれでまあトントンってぐらいかな。あー、まあまあいい感じか。まあでもハートのかけらが手に入ったからそれが一番嬉しいかな。さあ、というわけでトリトリップなんとかクリアできたか。おお、他に青ルピーだけか、赤ルピーとかはないっぽいね。うん、おお、なんだここに立ってるとすげえ揺れてんな。オッケー、よし、じゃあ行こう。なんかあれだね、ここにいるとリンク回転してるけど、こうやってぼーっとしてるとなんかカメラ動かないんだね。なんか不思議な感じ。よし、おっと、降りない降りない、めんどくさい。ほい、いけ、オッケー。さあ、というわけでこれからどこに行こうかな。やっぱりハイラル城下町に行って話を聞いてくるか、どうしようかな。ミドナッチ、うん、ゾーラの女王。あ、そうだね、やっぱり王子様に会いに行った方がいいってことかな。他にやることってあったっけ。確かさ、なんだっけ、オルディン大橋が崩されてそこのポータル俺行ってないよね。でも行けなかったと思うんだけど、どうだったかな。まあいいや、とりあえず城下町に行こう。さあ、てなわけでアイラル城下町に向かう途中で、確かドクロの剣士がいたから彼に新しい技を習っておこうかな。この辺りエポナが呼べる草あるかな。お、なんだあれは。シャキーン、あー、敵がこれ。おお、いや、まあ敵だろうね。あ、うん、やばいかな、やばいかな。ちょっと待って、俺地図よく分かんなくなってる。ここから、あれ、おお、城下町はこっちか。ああ、なるほど、なんかこっちの方に行こうとしてしまったけど、オッケーかな。ここなんだっけ、看板があるだけか。看板がわざわざマーカーがついてるってこと。上の方に何かあるのかな。チェック、ハイリア大橋、ハイリア湖を一望できます。ここは確か前は炎だらけだったけど、今だったらいけるってことか。こう来てこっちの方に行くとゾーラの、ん？どうなってんだ？こっちどこ行くんだ？あー、どうしようかな。行ってみたいけど、行ってみたいけどどうしよう。さあ、優柔不断な俺、ここはエポナを呼びたいんだよな。エポナ、エポナ、あ、ここか。よし、めっちゃ追われよる。あれ、あそこよく見たらツタがあるぞ。なにこれ。でもあのフクロウなんともできないしな。もしかしたらあのフクロウの何か恩恵であそこに掴まれる的なギミックがあるのかもしれない。でも今は何もできないからやめておこう。やっぱゼルダの世界ってなんかついついこういろんなものがあって目移りしちゃうな。なんかさ、前までウルフリンクだったからついこう
音程つけなきゃいけないかなと思っちゃったけど、人間の状態だからそんなことはなかったぜ。えいや、えいや、シャキーン、当たってない。おお、なにここでポストマン。おお、前から来た。いたいた、リンクさん、お手紙を届けに参りました。2通お手紙があります。結構来たな。ででまたね。あのポストマンはなんか地味にすごいよな。さあ、というわけで、コレクトからの手紙。いいもん入ってるぜ。ようやく新しい爆弾が完成したぜ。水中でも使える優れものだ。おお、早速うちの店に並べてあるから、またいつでも買いに来てくれ。かかりこ村のバーンズ。あれ、でも確かかかりこ村に行くにはオルディン大橋を渡らないといけないんだけど、どうなってんだ。ウルフリンクの時にやっぱり行けたのかな。次はラネール観光協会では大自然を生かしたアトラクションをご用意しています。今回の案内はリズ&ヘナ姉妹の大人の遊び場。どちらもゾーラの滝壺を川沿いに下ってすぐです。あの姉ちゃん、リズの貸しボートや急流を下りながら的当てゲーム、爆弾屋の料金はいただきません。おお、すごいじゃん。ヘナの釣り堀、自然との格闘、ルアー釣り、どんな魚が釣れるかな。あー、なるほど、確かに自然を活用したアトラクションだね。うん、戻る。なるほど、じゃあ後でその急流下りとかもやりに行こうかな。なんか全然ストーリーが進められなくなりそうだけど、こっちはどっちに行くわけ。お、なんだこれ、なんか変なの出てきた。踏んじゃえ。エポナも嫌がる粘着性の何か。ん、上の方に何かあるぞ。おっとっとっと、ええや、当たってない。うん、強い。回転技の範囲が強くていいですね。さあ、というわけでストップ。お、またあれか。おい、だだだ、くそ、やめて。こういう時馬は狙わないのが向こうは賢いな。賢いというか偉いな。なあ、縦アタック。さあ、忘れがちな縦アタックからのとどめ。まさしく黄金連携。うん、やっぱりあれ多分フックショット的な何かがないといけないんだな。こっちの方は爆弾屋で壊さないといけないって感じか。じゃあ今はいいかな、放っておこう。さあ、こっちはどうなる。おっ、ちょっとストップ。これはいけそうだね。ちょっと行き過ぎました。おっ、あれ、結局自分の足で来ることになってしまった。お、ルピーか。まあまあ、さて、この辺りは、お、なんか気になるけど右の方。うん、降りる。あれ、この辺来たかな。ちょっと覚えがあるようなないような。ハイラル平原の、おお、あー、ここに来たのか。あー、なるほど、中央のハイラル平原とつながってるところになるんだ。じゃあやっぱり爆弾がないといけないってことかな。ストーリーの進行に合わせて岩がどかれてるとかそういうことはないだろう。おお、あー、あったあった、飛び越えられない柵。てや、やっぱりダメだよね、ここは絶対いけないのかな。ウルフリンクでセンスってわけにはいかないか。お、ほら、開けろ。あ、ここに鍵穴っぽいものがあるんだけど、ダメか。
一応置いてみるか。ああダメだ。さあというわけでじゃあ戻ろう。結局これから川下りに行くか、川下りに行く前にまずはやっぱり水に潜れるっていう能力が欲しいかな。じゃあハイラル城下町に戻ろう。ちょっと待った。ここって崩せるかな。ちょっとでけえけどやってみるか。お、いけるいける。金、あ、なに回転切り取れない。オッケー。こっちの方はどうなってるかな。ただ裏側がつながってるだけ。なんか上の方ちょっと気になるね。うん、城壁っぽいもので囲われていて、あーここか。あ、じゃあこっち来てもしょうがなかったかな。でやー、お、いけるじゃん。これでこことここがショートカットでつながったってことか。うん、ウルフリンクの時は爆弾が使えなかったからまあいいけど、結構これあれだな、爆弾で壊したら一旦馬に乗らずにルピー取らないと面倒くさいな。あーくそまだ残ってる、残ってる以上は取りたい。シュッ、さあ行こう。あー結構爆弾で何かいろいろ試せそうなところがいっぱいあるな。ここまで来ちゃったら一旦オルディン大橋まで戻ってみるっていうのもありだけど。違うな、あーまあ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 いいや。ダメだった、置くってことできないのかなこれ。投げちゃう。お、なんだこれ、紫ルピーだ。おお、なかなかもらえたぞ。そして虫発見。お、なに、くそ。お、まだいるか。多すぎない。うう、勝った勝った。お、そしてルピーもゲット。どこだルピー、あったあった。おお、なんだ便利かと思ったらこの辺でも全部かっさらってくれればいいんだけど。はーい、さあクワガタのオスを捕まえた。ってことはクワガタのメスがこの辺にいるってことだな。よし、じゃあとりあえず剣士に会いに行こう。ブレーキ。お、よろしくお願いします。また会ったな。うん、なんかリンクってなんで剣わざわざ抜いてるんだろう。そしてここでしまう理由はなんだ。まあいいや。お前の働きでハイラルも幾分正気を取り戻しつつあるようだが、安心するのはまだ早い。さらなる強敵との戦いに備え、次の奥義を得る心構えはできているか。はい、よかろう。だがその前に以前教えた奥義縦アタックを使いこなせているかまた試させてもらう。これ一回一回こう復習させてくれるのがいいよね、忘れがちなプレイヤーのために。さあ縦アタックからの
縦アタックを忘れてしまったという手で、ふん、ほっ、ダメだ。うん、間合いを詰めて縦アタックをするのだ。はい。よし、確かに我が奥義、己のものとできているようだな。では第三の奥義、なんて書いてある？外もぎり、おー、背面切りじゃなくて、しかと体に刻め、奥義、外もぎり。本当に外もか？うん。縦でなく、体全体が厚く装甲されているような敵には、縦アタックすら歯が立たない。そういう敵は往々にして前面ばかりに気を取られ背後が無防備であることが多い。そこで ZL 注目でスティックを横に倒しながら A で連続ジャンプし、素早く敵の背後に回り込み、ジャンプ中に剣で切ってやるのだ。む、おっ、おー、切られるかと思った。これが外もぎりだ。さあお前もやってみろ。よっそ、シャキーン。この剣士さんでかくてかっこいいよな。そう、というわけで、わからない、えい、おう。うん、何をしている。まず敵に注目し、ステップをしながら敵の背後に回り込むのだ。はい、シュッシュッ、お、あ、何これ、連続でこういうとこんな風にいけたの、知らなかった、痛い。自分から足りてしまった。左右にジャンプしてうまく背後に回り込めたら、そのままジャンプしながら剣を振れ。うん、か、背後に完全に回り込む直前のジャンプが攻撃のチャンスだ。うん、ちょっと早めに入力しようってこと。つかジャンプじゃないんだけど、違うか。あ、はい、うん、ジャンプしながら回り込んでる途中でいいのかな。あー、オッケー。ジャンプしながらって言うからなんかちょっと戸惑っちゃったけど、うむ、良い身のこなしだ。左右にジャンプした時の剣を振るタイミング忘れるでないぞ。第三の奥義、外もぎり、確かに伝えた。うん、なるほど、これは風のタクトでリンクがやってたような技かな。さあ第三の奥義、外もぎりを習得した。厚い装甲した敵の背後に回り込み、無防備な背後から剣で切りつける。うん、まだ4つもある。はい、頑張ります。さあ新しい奥義を覚えたところで、次はハイラル城下町に行こう。夜中だけど、まあいっかな。む、敵の背面がガラ空き。ねえ、とどめじゃい。これもある意味では外もぎりかな。お、夜中だから人が少ないかな。お、どちら様でございましょう。おお、なんかでかいじいさんだな。もしアイラルの平和のため施しをいただけませんかな。30ルピー50ルピー断る。ちょっと待って、思ったよりもルピーの数がでかい。普通こういう時は2ルピーとか1ルピーぐらいじゃないの。あ、このおじさんがなんていうか、 いわゆるこう物乞いではないよね。ハイラルの平和のため施しをいただけませんかな。断る。信じる者は救われるのです。私を信じなさい。あー、なんかほら、募金とかでもなんか何のために使うのか教えてくれないとちょっとやりたくないよね。む、信じなさいって言われてもな、なかなかそうはいかないよね。ここで主観者になれないな。さあどうしよう、こういう時皆さんならどうします。じゃあ払っちゃってもいいけど、わかった、払いましょう。イベントだからね、イベントを起こすために払いましょう。ん、あなたのもとに愛の天使が舞い降りますように。平和を祈り続ければいつか必ず愛に包まれるでしょう。うん、あれ、じゃあ100ルピー分ぐらい渡せばなんとかなるかな。なんともならないかな。まだまだ俺の新人が足らないかな。宗教にはまる人ってこんな感じなのかな。
さあ、なにこれ。お、ちょっと、なんだ繁盛くん。繁盛くんがここにいるわけねえだろ。ショータイムはまだかしら。司会のお兄さん素敵すぎ。早くあのいい声を聞きたいわ。あのお兄さんいい声なんだ。へえ。誰か早く中に入んないかしら。どういうことだよ。ちょっと待って。これあれか。つい抱きたくなっちゃう。どうした君。どうした君っつうか、リンクもなんかひょいっと抱き上げちゃう。あれ？俺見ちゃうとね。あれ？行ってこい。違う、置くんじゃないよ。やばい。行ってくれる。抱くことができない。かわいい。よし、連れてっちゃおう。マジ連れてけちゃう。なんだこりゃ。めっちゃ不気味。わお。おう。いや、ボーイ。ドリームとホープのキングダムへ、ウェルカム。おう、なんか意外と、なんか、やっぱり、ちょっと、微妙かな。ここはサーカスのスター気分を体験しながら、素敵グッズをゲットできる、スターゲームを楽しんでもらうところさ。ルールは簡単。素早く、時間内に、すべてのたまたまちゃんを集めれば OK。これがスターシステム。我ながらナイスなネーミング。そうかな。さあさあ、そんなところで照れてないで、一回ジュルピーでチャレンジしないか。今はいい。オーマイガード。がっかりだぜ、ボーイ。なんだお前は、アメリカンか。そんなんじゃ他の誰かにスターの座を奪われちゃうかもしれないぜ。煽ってくるね。さあ、じゃあ、明るくなった。何これ。おう、君もスターになってみないか的な。サーカスを楽しむ的なところ。サーカスとかって見る分にはいいけど、絶対自分じゃできないようなイメージあるけど、結構絵柄が不気味だな。お、こっちは太陽、北風と太陽的な。いや、向こうは月かな。よし、ヘイ。お、結構なかなか、まあがっちりとした体格ではあるけど。はい、サンキューボーイ。檻に入ると同時にスタートだからな。せいぜい頑張ってくれ。クククこいつね、金儲けしようと思ってるからな。あの、懐中時計的なものは何だろう。時間制限があるのかな。じゃあ早速行くぜ。 Here we go。 どうすんのこれ。なんかとりあえずここに行けってこと。ちょっとなんか話しかけられるっぽいけど、どういうこと。行け。話しかけてみようかな。お兄さん、ちょっとタイプだから応援しちゃうわ。あら、私が先に目をつけたのよ。なんかリンクモテモテだな。何言ってんのよ、私がファン第一号よ。なんかかしましいやつらだな。ちょっと登る。結構時間ないっすね。これは一回一回飛んなきゃいけないのかな。剣を出せないから体育できない。いまいちルールがよく分かってない。残念だったね、ボーイ。どうだい、スターへの道は険しいだろう。まあ真のスターなら、遠くの金網見かけて飛んでいくくらいはできてくれないとね。どういうことだよ、遠くの金網見かけて飛んでいく。それじゃあまたの挑戦待ってるぜ。クック、毎度あり。なんだ、なんかちょっと騙されてる感じ。何か特殊な技がないと全部取れない的な。なんか明らかにそうだよね。金網から金網に向かってジャンプするみたいな技があるってことかな。そんなスパイダー的な感じありえないよな。よし、じゃあ出よう。